まず前回の、防衛戦を振り返っていかがでした、はい、そうですね、まあ、前回、結構厳しい戦いだったんですけど、まあ、なんとか接戦を乗り越えて勝つことができました、うん、最強クラス、最強クラスの挑戦者だったと思うんですけど、勝てた要因というのはどう思ってますか、はい、そうですね、勝てた要因、まあ、1個目はそのサウスポー対策で、もう一つはまあこう多少被弾しても、まあ、とにかく前に出て、自分のペースをこう掴むことだと思います。試合に向けて不安とかはなかったですか？試合は結構不安でしたね。それはどうやって払拭したんですか？いや、まあもう不安なんで、もう練習をたくさんして乗り越えるしかなかったんで、はい、練習で、はい、解決しました。まあこれ試合にも勝てて、はい、まあ王座防衛も成功して自信はついたんじゃないですか？そうですね、自信はちょっとつきましたね。なんかご自身で変化あったとかっていう意識あります？変化は、まあそうですね、まあ一つは自信、さっき言った自信がついたっていうのと、まあまあ、あとはまあこう一個一個まあ課題をクリアしてたら、まあ少しずつかもしれないですけど、まあちょっとずつ強くなれるのかなっていうことを実感できたのかなと思います。まあ今回の防衛戦の相手が、まあ、岡島選手になったことについてはいかがですか？そうですね、まあ過去に一度負けてるんで、まあこういずれリベンジの機会が来るのかなと思ってたので、はい、まあそれが
今こう来たな感じです。まあそのね、以前負けている試合なんですけど、その試合を振り返ってみていかがですか。そうですね、まあ単純にまあ僕が弱かったっていうと、まあその技術に走ってしまったとか、まあ作戦通りできなかったとか、まあいろいろあるんですけど、まあ単純に自分が弱かっただけなんで、はい。まあ、当時かなり小森会長が怒ってらしたというふうなことなんですけども、これ何に対して怒られてたんですか。会長に出してもらったこう作戦を全然あの作戦通りやらなかったので、はい。まああのね、岡島戦以降戦い方も、まあ、変えたのかわからないですけど、とりあえず無敗なんですけども、はい、どうですか、やっぱりそういった意味で言うと、あの岡島戦というのはやっぱターニングポイントだったんですか。そうですね、まあ、あの、まあ、今思えば、まあ、あの負けがあったんで、まあ、こう改めて、まあ、自分のスタイルを見つめ直せましたし、まあ、こう考え方がまた一からこう変わったのかなっていう思ってます。改めてその岡島選手のファイトスタイル、印象はどうですか。そうですね、まあ、岡島選手は、まあ、攻撃力もあって気持ちも強い選手だなって思っています。あの今のご自身、自分だったら結構こうリベンジのこう差をつけて勝てると思います。そうですね、まあ、こう岡島選手に限った話ではないんですけど、まあ、圧倒的にやっぱり目の前の相手をボコボコにしてあの倒すことを考えているので、まあ、その岡島選手もこう、まあ、前に来るか、まあ、距離取るか分からないんですけど、まあ、噛み合う試合になるんじゃないかなと思っているので、まあ、そこであの倒して勝ちたいです。あの過去に負けた、まあ、2人のうちに最後の1人に、まあ、リベンジ、これで勝てばですね、できるということについてはどうでしょう。まあ、そうですね、まあまあ、あの純粋にやっぱこうリベンジの機会をこうもらえたのは本当ありがたいことで、まあ、このチャンスを逃すわけにいかないので、しっかりリベンジします。あのやっぱりこうベルトまでチャンピオンとして、まあトーマス岡島選手にやっぱりリベンジしたかったという思いってありますか。そうですね、まあリベンジの、まあ、こうチャンスがいつ来るかわからないかったんですけど、まあ早い段階でこうチャンスが来て、まあ、リベンジする機会がこうできたので、まあまあ、早くリベンジしたかったので、まあ、すごい嬉しいというか、はい。まあ、今回そのベルトをかけて、まあ、防衛戦ということで、リベンジとその防衛って重さってどっちの方がご自身だろう。そうですかね。どうですかね、まあまあ、防衛、まあ、一応形は防衛ですけど、 その、まあ、そんなに防衛っていうつもりじゃなくて、まあ、挑戦者のつもりでいつもいるんで、まあ、その重さとかはちょっとよくわからないですけど、はい。まあ、ここでね、岡島選手に勝てば、あのその先大きな舞台、怪我も見えてくると思うんですけど、はい、いかがですか。そうですね、あの、まあ、K1 に出れるチャンスがあったら、まあ、ぜひ出てみたいなと思っていたので、まあ、まずはこの目の前の岡島選手をしっかりあの勝たないと、まあ、その話は、まあ、まだ先なのかなとも思っていますので、はい、まあ、まずはここをしっかりあの勝ちます。まあ、今 K1 の方は、まあ、チャンピオンの椿原達也選手ですけども、はい、どうでしょう、今 K1 王者については。まあ、そのまあ、ずっと同じ距離にいないですし、こうすごい強い選手だなと、はい、思っていますね。まあ、チャンピオンなんで、はい。まあ、あと、ま、今その K1 のフェザー級戦線、まあ、戦国時代みたいな感じで言われてると思うんですけど、はい、そこについてはどう思います。そうですね、まあ、面白いと思いますね。その結構、まあ、下の階級の選手が上げてきたりとかで、結構選手も揃ってると思うんで、あの、まあ、その戦国時代って言われてるように、あの激戦区の階級になってきてるんじゃないかなと思ってるんで、面白いと思います。うん、では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、6月25日は、圧倒的に勝つので応援よろしくお願いします。